シンンガポーールのフラートンロードここはシンガポールで一番有名な場所マーライオン公園上半身がライオンで下半身がお魚の像マーライオン奥にはマリーナベイサンズが見えるねシンガポールの象徴とも言われる像で地元の人からも「あれ誰か飛んでない?」。やっぱり